12月24日、皆さんの中には家族や友人、恋人とクリスマスを祝われる方も多いのではないでしょうか。誰も得をしない話で恐縮ですが、僕は約40年間にわたりクリスマスを祝う習慣がないので、この動画をアップしたらいつものように何ら変わらず立ち飲み屋で一杯引っ掛けに行きます。人生には生まれてから死ぬまで実に多くのお祝いやイベントがあります。それは出産や誕生日であったり、記念日、入社や退社、引っ越しやお葬式などなど、特に現代日本人はクリスマスをお祝いし、その際にプレゼントを贈ることがあると思います。誰かに贈る気持ちを持ったら考えず迷わずに。一方で矛盾する考えに聞こえるかもしれませんが、何かを贈ろうと少しでも思ったら考える前に贈ることも必要です。人は何かを与えようと思ったその次の瞬間にもう別のことを考え始めてしまい、これは迷惑じゃないか、これをあげるにはもったいないんじゃないか、自分の手に残しといた方がいいんじゃないか、などなど、そうやって迷っているうちに与えるチャンスはなくなっているかもしれません。相手に必要だと思ったら潔くケチらずに与える。これは普段から意識していないとなかなかできないことだよね。そして与えるときは見返りを求めないこと。与えるとは一方通行と考えた方が、与えられる側にとってありがたいだけでなく、その方が自分の精神衛生上もいいのです。お礼の言葉や微笑みすら相手に期待をするべきではありません。なぜならそれが得られなかったときにがっかりするのは自分だからです。もし相手に与えて、相手からなんだ、君がくれるのはこれだけなのかい？と言われたらどんな気持ちになるでしょうか。相手に喜んでもらえることを期待していたら傷ついてしまいます。だから与えるときは自分が与えたかったから与えた、それで十分だと思うのです。人が傷つくのは見返りを求めている場合が多いように思います。人が無心で与えるとき、その喜びを邪魔できるのは自分だけなのです。期待することで与える喜びを台無しにしてしまったのは自分自身ということ。だから多くの優れた成功者は、寄付をするなら匿名でしなさいと言います。それとは反対に、自分の名前を大きく書いて寄付を納めると、それは奉仕ではなく広報活動へと変貌を遂げてしまいます。しかし匿名で寄付をすれば、それは自分の中に静かな自信と豊かさを生み、内なる達成感を感じます。こういった考え方も健康的な心身を作る鍵なのではないでしょうか。それでは一杯やりに行くとしましょう。皆さん乾杯。